さあ今日はなんとデーブ大久保チャンネルに野村ひろきさんが来てくれました。よろしく。よろしくお願いします。お願いします。よろしくビト。はい。あのさ、はい、橋本清志同期でしょ。はい。立浪でしょ。はい。片岡あっちゃんでしょ。はい。卑怯だよな。そのお前がいて。なんでそういう選手が一チームにいるって高校に。バカ野郎だろ。なんだ次はそれは。失礼だよ。なんで広島から行ってんの BL に。やっぱ甲子園っていいっすよ。いい、うん、すごいすごい。僕初めて行ったけどでけっとまず思ったんですよ。でね、春に行くと芝生の匂いがね、僕鮮明に覚えてて、でプロに入ったじゃないですか、うん、で甲子園にプロとして初めて行った時のガイドアップするでしょ、うん、この匂いだって鳥肌、今でも鳥肌だった。あの匂い忘れないです。俺でふとね、先輩たちに甲子園の匂いだって言った時、何やって言って、いや、高校の時に来た時なんです。俺ら行ってねえんだバカ野郎って、えらい怒られたのを覚えてますけど、それぐらい、やっぱね、みんな聖地だとかなんか、格好つけて言うじゃないですか。やっぱ聖地なんですよ。そうなんだろうな。高校球児の。俺、オープン戦で18の時に1年目で連れてもらった時に、掛け具だって思ったぐらいしかなかった。掛け具だよ、はあ、掛け具がいるって思ったぐらいだったら、そういう、ないじゃない、行ってないんだから、はい、これが甲子園か。土持って帰ってよ、お袋に渡して。てか土取ってないでしょ。持ってます。あ、買って持ったの。僕はすいません、マウンドの土を持って帰りました。優勝しても教えがないんで。本当にさ、すいません、チーフ出馬かしてもらっていいですか。バッテリーしてた伊藤とね、うん、2人で一緒にマウンド土を持って瓶に詰めます。持ってんのかな。イエス。くれる。持ってきてあげます。でもその PL ってさ、はい、まあ聞いてるよ、橋とかからは、はい、きつかったっていうのも。まあまあそうですね。それは中学の時知ってたの、そのきついってこと。うん、知るわけないじゃないですか。ただ PL っていうすごい憧れの学校に。まずやっぱりこう、やっぱり小学校中学校って野球好きだから見るじゃないですか、うん、高校野球ね、うん、当然野球やってるし、うん、で僕本当高校野球好きだから親父にスコアブック買ってきてもらって、うん、スコアブックノート、うん、スコアの付け方を教えてもらって、スコアつけながら高校野球見てたんですよ、夏休み、春休みは。頭大丈夫？それぐらい僕ね、高校野球好きだったんですよ。あ、そう。 で、やっぱり西田さんの逆転だ、優勝してって、あの PL 学園、あれがね、衝撃的でした。そんな高校あんやった。広島も名門いっぱいあるじゃん。もう親父高齢ですから、僕。あっ君それ、それなのに。そうです。親父高齢高校野球部ですよ。おそうそう、それは失礼だろ、親父にも。だからもう、間違いなく高齢でしたよね。だから金本さんが一個上なんで、うん、金本さんと一緒に野球やってたことになりますよね、言ってれば。そうだな。 あれ、辰川さん広島だっけ。広島です。で、僕広島も考えました。だから中学校の別居頑張ったんですよ、中2ぐらいまで。で、広島がね、例えば5教科で400点以上いるって。そんな頭いいの。商業高校なんで。うん。で、広島行きたいと思ってて勉強よく頑張ったんですけど、うん、やっぱ PL やと、あの犬を着たいと思ってもう夢だけだもん、憧れと、はい、親父に言ったら何つってんの。親父は、あの、まあ高齢だと思ってたんで。そりゃそうだろうな。だけど、お前はやっぱ行ってみたいんやったらって話と、で、やっぱりそのボーイズ入ってたし、うん、親戚だ、監督、コーチだ、そのそこの父兄だに、みんなに反対されましたね。やめとけと、はい。え、ひろきはじゃあボーイズでも有名だったんでしょ、もちろん。そこそこで、PL が取りに来たんじゃないの。やっぱ広島そこそこ強いんで、決勝戦とか時々市民球場でやらせてもらえるんですよ、うん、で、レフトに PL ってあったの知ってるでしょ、デーブさん。市民球場のレフトに。知らない。あ、あったあった、ビルな。ビル。あ、あったあった、ビル。あれ、PL のビルなの。そうです。知らなかった。 PL の広島中央協会なんです。あ、そう、どっかの会社かと思ってた。 PL です。あったあった、レフトの PL。 あった、 PL あった、あるでしょ。オスコです。看板じゃなくてよ。そうです。ビルの中の看板。そうです。あ、そう。やってる時に、その広島の協会長さんもやっぱ野球好きな人で、うん、それを僕を見ててくれて、うん、で声がかかった。やってみんかって。へえ。で、もうちょっと憧れ、高校野球が大好きで PL がすごいって分かってて声がかかっちゃったら、もう舞い上がっちゃう。それ行きますよね。行きたい。で、あれ、清と桑田は何年生？2つ。だから3、1です。最悪だったんですよ、PL の先輩後輩って。
最悪だ。僕京田さんと同部屋ですから。あ、そう。途中から8時になってますけど、最初僕京田さんですよ。何その自慢げな感じ。だから、それ自慢げな感じ。半年ぐらい一緒に寝泊まりしてましたかね。京優しいんじゃないの。優しいです。根っこり優しいわ。優しいです。なんかクーっていうのが出るけど、全然全然優しい。あんなんじゃないよ。優しい。ほんでバッと本当にあの方抱いて寝てました。でそれを見て、俺はバッタじゃないからボールと思ってボール持って寝るんだけど、この辺背中入って痛くて目が覚めるって。だって僕バット持つ必要ないじゃん、ピッチャーなんだから。ボール持って寝ようと思って、僕も清原さん見て、清原さんバット持って寝るんだったら俺はボールだと思うじゃないですか、うん、ピッチャーボール持って寝てましたよ。中合とかあったんでしょ。はい、中合とかあるんでしょ、その先輩と。それありますよ。それ2年ぐらい、3年はもう全然。3年はやらないです。じゃ部屋帰ってやられたら何て言うの、何て言う、清原さんやられたんか。でも、しばかれたりももちろんありますけど、清原さん部屋ではすごい優しかったです、うん、ただ一番きつかったのはね、あの PL から寮まで行く道路に奥月参道っていうところあるんですよ、桜並木の、うん、でその奥月さん PL の中の施設、敷地の中に、敷地の中に学校とグラウンドが、敷地の中に、グラウンドと寮が、俺横の、なんかゴルフ場一回行ったことある。ゴルフ場も PL で、請求カントリーだから、あれはだから、あの敷地が全部 PL ってことある。そうです、300万坪なんですよ。イメージわからない、300万坪だから巡回バス走ってます。学校ないよ。だから寮から学校まで 2.5 キロなんですよ。それが敷地内。はい。で、PL 病院もあるし。敷地内に。はい。で、PL ランドって遊園地まであったんですけど、昔。で、初代の教え様って言って、教祖様ですね。うん。でこんな粘土で塔を作ったらしいんですよ。うん。それが実物大の150メートルができてるんですよ。すごいなぁ。すごいですよ、やっぱ。PL。はい。で何の話してましたっけ。いや、それでなんか集合した後に、その奥月サンドってやつがあるんですよ、うん、あれがね、めちゃくちゃきついんですよ。平らなの。平らなんですけど、それのね、うん、先輩のマッサージみたいなのがあるんですよ。いわゆる先輩がこう仰向けで寝ます、うん、ね、で僕がこうデーブさんこう寝てるとしたら、足首とこう持つわけですよ、うん、こう持って、うん、でこれをこう振るんですよ、うん、ブルブルブル奥月サンドで、はい、っていう名前のマッサージなんですよ。そうすると太ももがブル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 入れて気持ちいいらしいんですよ、うん、それを清原さんが僕にいつもやれって言うんですよ、うん、でその奥月サンドのやり方がね、寮から学校まで行くストーリーなんですよ。あのほら奥月サンドやってくれっつって、はいっつって言って、でこうやってやるんですけど、清原さんが寝ながらテクテクって言うんですよ。テク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 、それに合わせてテクテクってやるんですよ。ほらちょっと走ろうか、テク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 ってテクテクテクってこうやって振らなあかんんですよ。で止まれっつって止まって、野村悪い、忘れもんや、もう一回寮まで帰るぞ、ダッシュや、テク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 って、ずっとそれ30分ぐらいやるんですよ。もう汗だくっすよ。部屋でやる、部屋な2.5 キロでやる。でそれを行って帰って、もう一回トイレ行ってこいとかって30分ぐらいやるんですよ。僕あれで握力強くなりました。190ぐらいのやつだ。僕お前は強いって褒めてくれました。それをね、しょっちゅう京田さんにやるって、京田さん覚えてないかもしれないですけど、しょっちゅうやってました。奥月サンド忘れもしないです。最低。そう、もう汗だくっすから。いやマジで。いやテクテクテクってやるんですよ。清が言うの、はい、寝てて、ほら奥月サンドやる、テクテクテクってやるんですよ。僕一生懸命振ってるんですよ。そしたらももがブルブルして気持ちいいらしいですよ。清が後で電話してみるか。電話してみる。俺がやってやるよ。サンドって やってやろうやつって言って喜びますから、絶対。絶対喜びます。あれ、桑田はどうだった、あれ。変わってるな、やっぱあれ。やっぱ桑田はね、やっぱね、ストイックでしたね。もうその頃から。はあ、立つが部屋同じやったんですよ、うん。夜はね、エアコンかけないんですよ。嫌だね。あ、エアコンあんの、高校で。わかります、わかります。で、ただ寝るまではかけてはったらしいんですよ。うん、で、当時片当てとかしなきゃいけない時代じゃないですか、うん、冷たいもん飲むな、あったあった。だから泉が弟で桑田さんの同級生だったんで、うん、あれも野球やってたの。そう、PL 野球部ですから。で泉通して片当てとか僕はやっぱピッチャーだからもらったりして、うん、夏もくっさ暑いのにつけとかないかんですよ、うん、でも汗もできるし、うん、じゃでも先輩にもろたもんせなあかんです。そりゃそうだな。で、ある時僕桑田さんに「おーい」って言われて「はい」って言ったら「あのほらポカリ買ってきて」って言うんですよ、うん、当時目の前に自動販売機なんですけど、ポカリ120円なんですよ当時、250が高い時代ですよ、高いな。買ってきてって言われて、桑田
バスに金出してくれんちゅう。もちろんもちろん120円くれてね、うん、で帰りお前の分はくんないの。で、ね、こういうのあいつちょ聞いて、はい、で買ってきました、うん、そしたらね夏場の草暑い時だったら普通ガーッ飲むじゃないですか、うん、買ってきたらコップにポポポポと入れて、うん、3分の1ぐらい僕にくれるんですよ、うん、飲むら飲んでいいよっつって、うん、いただきますって僕ガーッ飲むじゃないですか。小さんそれをコップでポポって飲みはるんですよ。ゆっくり飲むの。すげえなこの人、なんだろうね彼は。でね夏夜立つと寝れないらしいんですよ、暑くて。だからね目の前に勉学室ってたんですよ。誰も勉強しねえ勉学室が寮の中にな。寮の中に野球部だけの寮があるの。そうです。野球部と剣道部とゴルフがあって、こっち側が野球部、うん、こっち側が剣道部とゴルフ、入り口が2つあって、うんうんうん、まあ、真ん中はほとんど扉があるんですけど仕切りがあるんですよ、うん、で向こう側に部屋がダーッとあって、この反対側に勉学室って4つぐらいずつ2階3階にあるんですよ、うん、その勉学室一応あって、うん、一応机とこう学校の椅子あるじゃないですか、うん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 、こういう L 字の、うんうんうん、それを立つはね4つずつこう並べて一応こうベッドみたいになるじゃないですか。そこに布団にいてあいつ勉学室で寝とったんですよそこはクラッキーって最初は自分の部屋で寝ますよ。もちろん部屋にいないと怒られるから。そりゃそうだ。で静まってクソ暑くて寝れないっつって、あいつそのまま勉学室でこうやって寝とったらしいですからそれぐらいストイックな。気付けないの桑田。だから僕一回マッサージしたことあるんですよ桑田さんと。野村マッサージできるっつって、あじゃあやりますっつって、ふくらはぎとか太もも触るじゃないですか。豆腐みたいです。柔らかいの。めちゃくちゃ柔らかいです。びっくりします。これやっぱ体も違うな。肉質、うん、やっぱ硬いじゃないですか。まあいいんだな。木原さんのクッソ重いんですよあの太もも。あの楠木さんのクッソ重いです。もう交差の時体出来上がったもん。ほんと200万回ぐらい振りました僕だけどマスミのは柔らかいのめちゃくちゃ柔らかい。でもそのさ、だって相当憧れの人じゃん KK コンビっていうのが3年にいるところで、はいはいはい、だって僕初めて木原さん会った時廊下だったんですよ、うん、おっさんにしか見えないたかだか2年しか違わないな。でのさっすよ。おっさんに見えたろ基本も。おっさんですよ。こんなになってごっさんにしか見えなかったです。で3年間寮にいんのあれ。いなきゃいけないの、はい、じゃああのさドラフトでさ、はい、まさかマスミが1位で行くって思ってなかったでしょ。いやあの時が僕ら学校にいてるし、当時昼じゃないですかドラフト、うんうん、だその辺のこういきさつが僕ら分かんないです。あ無料出ちゃってんの清は。寮にはいますけど僕ら学校にいるじゃないですか。いやいやその終わって夜とか。ああその辺は僕ら全然介入できないです。もう何みっちゃん見てたのあの2人の。喋んねえだろだって KK はもうああなったら。だからその時の記憶は僕あんまないです。もう、なんだろうね。なんだろう、誓ってはいけないんだけど。食事のとはみんなで食うのバッて。同じ時間、6時から6時に決まって。いや、食べないですよ。3年生もバラバラで、だから練習あってみんな自主練するじゃないですか。うん。で、付き人制でしょ。あ、そうなの、ピエール。だけども、基本的に3年生の方がご飯食べてる時は、うん、1年生周り立ってるんですよ。お相撲さんみたいだね。そうですよ。でお給仕するの。でご飯おかわりしててカンってやるとはいっつって取りに行くで機嫌のいい先輩がいるとカカンカカンカンカンはいって言うんですよ。一人でみんなでその声が揃うとお前ら気合入っとるやんけってなるわけです小さな楽しみな。でキャプテンは赤丼なんです。赤い丼なんです。あそう。それがねまた先輩で以上の先輩がいるとおい今日俺赤丼出せってなるじゃないですか、うん、で赤丼食べててキャプテンが来て赤丼がなかったら事件です。大事件だろう。大事件です。やばいっす。だから赤丼を隠すんですよみんな。あもうその他のやつがくれって言わないように。そうです。キャプテン誰だったの清の時は。松山さんです。あ松山、はい、あれも怖そうだねあれ。めちゃくちゃ怖いです。今だから言いますけど高3の時に目の下にクマある人いないっすやばいっすめちゃくちゃ怖いです。そうだろうあれ。だから宗教学校の朝晩朝参り夕参りってあるんですよ、うん、でその広間があって3年2年1年って並んで、うん、妙神ってやるんですよ、うん、その時の松山さんの声がめっさ怖いです。妙神うぇーしりーすめっちゃ怖いです。でそれがね始まって大体2年の先輩がね端っこに教習はなるんですよ。そしたら教習回すの回ってるんですよ今日の1年間
大体腰痛で分かんない。誰も教えさなきゃいけないやと思いながら、かもさなきゃいけないやと思いながら、こんなに拝んでも。でそれで、ね、上 の, あの娯楽室ってあるんですよ。うん、寮の中に娯楽室が一応テレビが一段、うん、広間にもあるんですけど、うん、娯楽室で大体1年生20人ぐらいが集合で正座とかね、うん、あるわけです。広間でやるときは3年がやるときはもう、ね、まあ1回か2回しかなかったんですけど、3年生が怒るときって大概じゃないですか。もうそれは2年も 1個連帯だ。2年1年でもう、いや2年いないです、1年だけだったんです。めちゃくちゃ怖いですよあのときは。松山さん、いやすいません、目の下クマつけてバッと持って、あれもうやばいです。で、クッキー二人でな、あいつな。二人でクマあるでしょ。膨らんでな。めっちゃ怖いです。あ、今何やってんだあれ。ソフトバンクのコーチされてますよ、2軍で。3軍になったのかな。やばいな、ソフトバンク。あれもじゃあ強さの一つだな、あれ。だから僕、あの工藤さんにもせあ挨拶できますけど、真っ先に松山に。で、森さんにご挨拶して。あれもなんかさ、トップ顔してもんな、松山。でも今すごい優しいですよ、もうこの年になると、やっぱり。でもその時は違ったの。うーん、つったとき。で、何で怒られるの？ 1 年が。何やったの？だ、なんで怒られたのか知らないですけど。それ松山が先頭来て怒ってんだろ？そうです。あれ、松山関西？松山さん出身どうかな？で、忘れもしないのは、その、腕立て伏せをやられてた。うん。娯楽室で。広場ですよ。3年がやるから。やだな。腕立て伏せや。今日20回で。うん。20回や、20回ですよ、うん、18 19 19.1 19.2。 倒れる人あるよ、やり直し。松山さん死ぬ。その時、清原何も言わないの？いや、3年生何人かおられるんですけどね、うんうん、清原やるタイプじゃないで、桑田さんとか時々来て、誰か付き人とか、誰かちょっと1年来て、誰々来てって逃がしてくれたりする人もいるんですよ。うん、先輩でも。先輩でも。マスミなんかやんないだろ、全く。やんないです、やんないです。なあ。清原さんもやんなかったですね。そうだろうな。やんないです、やんないです。まあ、松山さんはキャプテンで。キャプテンでやんなきゃしょうがなかったんだな。そうそうそう。1校やプロ来たのいんの？その間の後。下村さん、ヤクルト行った。一軍には来られない。下村？はい。知らない。1校です。調布から。あ、東京の人、はい、なんだ。調布から来られて。へぇ。調布リーグですね。ああ、調布リーグだな。シニア。関東の名門ですよ。荒木大輔さんの子なんですよ。そうそうそう。本当にあの調布の飛行場のところなんだから。そうですそうです。ほら。だって、ジュニアから全部グラウンド持ってますもんね。そう。リトルって、一軍をリトルって言ったんだよな。はい、俺、リトルリーグやったから。で、そのリトルの登録にならない、下地としかグレーのユニフォームが着れないの。ああ。練習着もあれでやれるわけ。リトルの一軍の子は。他はみんな真っ白に調布だけど。俺はだって、小6の時やった時、コテンパンに負けたんだから。俺早生まれだから中1まで来たんだよ。で、鉄板にやられたの。しかも水戸から常磐道もない頃だから遅刻しちゃったの。普通負けじゃん、はい、余裕だから向こう、いやもう公式戦全然やりましょうって言ってくれて、1番から9番までにホームランだったの、調布のグラウンドで。で、俺が中1になって一番上になった時に勝ったの、調布に。だ、調布に勝っちゃったもんだから、調子のところも全国大会行ったの。その時清がいたんだよ、神宮に。同じ全国大会で、で、摂津が強かった、はいはいはい、ジャパンのユニフォーム着てるの、摂津だけ、はい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 、でね、摂津当たってね、めっためたに負けたので、全国大会終わったんだけど、今日もいたんだって。あっちはあっちですげえ食うやつがいるって思ってたんだって。で、こっちはこっちで関西弁喋ってるやつね、すげえ食ってんのがいるって戦ったのが俺と清だったの。へえ。丼飯10杯ぐらい食ってんだから、あっちもやめねえって言うんで、俺なんかバカじゃなくて、ナッペーラって言ってるでーなんとか聞こえてくるの。なんでやれって、あんめえかなーなんつって清って戦って。まあだから僕、タツとかも小学校と中学校で1回ずつやってますからね。あ、そう。タツ、タツはあれどこ？茨城、なにわボーイズです。あ、もうバリバリの関西、大阪なんだ。8時の接通ですから。8時の家とタツの家近いですよ。誰と？橋本とタツの家。あ、そうなの。だって橋なんかお前小6の時85ぐらいあったんですよ。そうですよ。いやだって85はなんランデスやったらもう逆キモいっしょ。だからあいつ小学校の時やってましたけど、頭1個抜けとんすよ、並んで。そうだろうな。だから俺と同い年やってて、僕は5年生の時日韓大会で福岡とか行った時、あんなでかい5年いんのかと思って、つけえだよ。そしたらね、たんま投げたらめちゃくちゃ速いんですよ。言ってたらキャッチャーが取れないからでかけしなんだって。そう
で僕ら前飛ばんすよ。で僕が一生懸命投げても、で立つはしたのでシュッシュッシュッってやってるんですよ。やっぱうまかった立つ。どこ打つと思ってたんですよ、うん、守る時にシュッシュッって言うんですよあいつ。あ、言うの言ってるんですよ動きがシュッシュッって言ったからシュッシュッって言うんですよ。なんだあいつだからシュッシュッ言うとるでって広島が面で僕がそしたらある二人だったんですよ。で中学の夏に戦ってるし。あ、そう、うん、え、あっちゃんはどこなの。片岡あっちゃんはあいつはシニアです。京都。あ、京都なの。あっちゃんシニアだから全然だから分かんないですよ。じゃあそのみんな仲良かったのじゃん。ヒロキラの時代のその仲いいですね。だからヤオフレンドじゃないですか。クワッサンってヤオフレンドなんですよ。で僕ら米子大会って言ったらヤオフレンドと必ずやってたんで、うん、だからクワッサンとか泉とか知ってるんですよ。もともとな、はい、ちっちゃい時から、はい、向こうも知ってくれてたんだよ。その話が出たんでしょ。だからその米子大会の話だと、ああそうかって話にはなるじゃないですか。で立浪橋本らもやってるから、僕広島ジャガーズだったんで、うん、おおって話で。広島ジャガーズっていうのもなんかちょっとな、どんなそのな名前、はい、ジャガーズってなかなか野球こんだけ俺もやってきたけど、ジャガーズって名前聞いたことないな。ないですか。もうやフレンズもないよな、友達みたいな。そうですか。そうそう。やっぱりまあ本場じゃん。はいはい。関西圏とか、まあ、西の方がボーイズ多いですからね。な、はいはい。その中でやってさ、はいはい、で PL でその五連覇っていうのはあれお前らだけじゃないのあれ。五連覇。五連覇って 5回勝ったんでしょ。春夏春夏春夏って。いやそんなことない。5連覇はしてないですよ。僕ら春夏連覇だけですよ。あ、そう。そうですよ。橋本であれ俺になんか 5回優勝したとか言ったの。あれトータルでじゃないですか。だって今日桑田さん桑田さんの時代は1年の夏、PL、あだから取り出に5回勝ったじゃん。そうです。だから1年の夏と3年の夏の2回優勝なんですよ。選抜は多分優勝されてないんですよ。なるほど。選抜連覇、選抜の夏を連覇したの。そうです。春夏の連覇だって弘樹が1番だろあの時。そうです。春も夏もそうでした。なんでそれで橋もドライチで巨人行ったんだ。投げてたのあれ。投げてました投げてました。僕は先発することが多かったですけどね。うん、はい、抑えとかやってたんじゃないの橋は。抑えっていう区切りがあんまりない時代じゃないですか、高校生なんて。うん、だから僕と橋本と岩崎っていうのがいて、うん、岩崎が右なんですけど、うん、あれもいいピッチャーですよ。どこ行ったの。あいつは青学行って、うん、そのまま新日鉄か住み金がだから社会人ですね。あ、そう、うん、いいピッチャーでしょ岩崎。はあ、ホテホテって言うんですけど、ね、ホテ、はあ、ホテ岩崎ホテホテ、あだ名がホテなんですよ。ホテさん、なんかいつもね、ホテーとしてるんですよ。それだけホテーって、ホテさんっつって今でもホテホテ、ホテです、ホテ。はぁ、あ、で、ドラフトかかったじゃん。はい。ベイスターズだけだよな。だ太陽ホエールズの時入ってたじゃん。はい。どっか京大行ったっけ。東洋大学行く予定です。あ、そっから高校から。はい、東洋大行けって監督に言われてたの。なんで行っちゃったのプロ。ドラフトかかっちゃったから。1位だろ。違う、3位です僕。あ、3位だったっけ。はい、僕3位です。タツと橋井が1位で僕3位です。あ、でタツとか橋井はなんか多分もう昼間じゃないですか当時、うんうん、だから別席でこうなんかやってるわけですよ、うん、で僕は普通通りあの授業じゃないけど、うん、もう教室にいて、うん、で終わったら監督に言われて、うん、お前太陽3位だけどどうするのって言われて、うん、正直東洋大にあんまり行きたくなかったんですよ。厳しいイメージがあって、うん、厳しいって言ってセレクション名目で一回東洋大に監督さんと行って、でものすごい接待受けたんですけど、うん、やっぱ先輩おられるじゃないですか、うん、で4年生でキャプテンされてたのが PL の先輩だったんですけど、うん、4年生で頭坊主だったんですよ東洋大学で俺もう4年こんな生活かと思ったその時にそれがどうも残っててプロ行けばな、それはないもんな。せめて髪を伸ばせると思ったんですよ。あ、そんな感覚ですよ。そうだろう。で親父もそれは大学4年行くつもりでやってみれって言って、まあ、プロでな、うん、やってみろってなって、で僕と一緒に行く吉本っていたんですけど、うん、まあ、申し訳なかったですけど結局プロ行くことにしましたけどね。あの頃でも太陽あんま勝てなかったんだよな。やっぱどうだったその頃の太陽って。横浜も今の横浜で言わせてもらう。横浜ってどういうチームなの。個性派の人多いんじゃないですか。斎藤明夫さんとかね、まあ、加藤広川さんがいるでしょ。確かに。で遠藤さんがいて、八代豊さん、屋敷さん、田代さん、うん、ね、山下さん、山下大輔さん、山下大輔さんがキャンプの1年目の時に小葉さんとダメかなんかで3月ぐらいに引退されたんですよ。シーズンが始まってしてんだっけ。始まる前かな。山下さん、うん、急に辞めちゃった。山下さんとほとんど接点ないですよ。だって高卒の僕が山下さんと話す機会がまずないじゃないですか。ないな。でも確かね、キャンプ中かキャンプ終わっ
3月ぐらいに多分引退決めて辞めはったんですよ。小馬さんと喧嘩してっていうか、けだからそうだろうなと思ってんです。それぶっちゃったんだ。それも財閥だからな。それで高橋雅宏さんがショートでレギュラー。あ、高橋さんが、マサイさん、マサさん、あ、そのマサさんはあのファームでよく出てたもん、俺が入ってた、はいはい、確かそうです。だって高校1年でも右向いたの分からんから。だって豊さんはなんか広し広しって僕変わってもらいましたね。今でも仲いいもんな、はい、なんか甘えやすいよな、付き合ってみると、はい、豊ちゃんは、はい、だ遠征行ってもどこ行ってもいつも一緒でした、豊さんで、たまにお前ハゲハゲ言うけどお前ぐらいでどのハゲって言うのって言うから、いやもう甘やかしすぎましたよと、俺たち後輩を、はい、もう戻りませんよと、はい、高木さんとか、はい、はいとかなりませんよと、それあなたが悪いんだって言うと、そうだよなって言う人じゃん。で僕、師匠って言いますから。そうです、言ってるでしょ、僕師匠って言ってんだ、そういえば師匠って言います、師匠って個性派だった。確かに広和さんもな、曲がったこと大嫌いみたいな人だったもんな、まあ、怖かったっすもん。怖かったよな。斎藤明夫さんですよ。今でこそね、斎藤さんとかって言えますけど、1年坊の僕がね、入ってって、で、こう、集合してるじゃないですか、バッテリー、ピッチャーで、うんうん。で、当時、ピッチングコーチ、稲川さんと中村さんだったんですけど、うん、稲川さんが、稲川さん中村稲川さんです。じゃ稲川誠さん。中村さんってのは王さんで第1号打たれたから、稲川誠さん。あの、蝶々が好き、蝶々鳥が好きな稲川さん。蝶々奄美大島で鳥行くという。そういう野球選手も初めて聞いたね。ちょっと行くらしいんですけど、でその稲川さんが忘れもしないですよ、キャンプ1年目の初日、うん、え、どうだっけ横浜は。だから宜野湾キャンプが1年目。あ、そうだそうだそうだ。で集まってて、その稲川さんが何だこと喋って、分かったねって言ったら誰も返事しなかったんですよ。うん、そしたら斎藤さんがお前ら自体がわーって始まって、ハリースなんて、コーチが言ったら返事しねえから、斎藤さんが、秋夫さんを切れて。ああ、秋夫さんだって関西なんの出身、京都ですからなあ。ああ、めちゃめちゃ東京弁じゃん今。そうなんですよ、キモいでしょ。恐ろしいこと言ってだからね、もうね、斎藤さんがね、もう、まあ、正直厄介だったっす、その当時。怖かった。だってね、当時ウォーミングアップって2時間ぐらいやってたんです。やったよ。まずスパイク履いて、スパイクだもんな、10周ぐらいから始まるでしょ。最低な、ザッ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 ってね、連帯包丁とかやってたでしょ。エッチエッチエッチ、ワッショイみたいな。そしたらね、5周ぐらいしだすと斎藤さんがダーッと先頭で、あの3列抜けて走り出すんですよ。何してんのこのさんみたいな。ええ、見えなくなるんですよ。そしたら若いさん何やってんだあいつ、僕ら追っかけるのよ。えで10勝ありました。でそれから PP 間走りでとかってあるでしょ、うん、でもう全部着替えるんですよ。もうベジタスラパンク靴下もビチビチですよね。ほんで僕ら極まして斎藤さんとかも東南連携とか出ないじゃないですか。でそのままブルペン行って昼頃には帰るようなさ、あのおっさんが。で僕らね、東南連携やってなんかやってブルペン入るの2時半頃ですよ、やっと一番下っ端って。そうでしょ。それからブルペン投げて、ほんで死ぬほど走らされて5時半頃帰るでしょ。5時半頃帰りゃいいっすわ、うん、ほんでなんとか飯食って夜間じゃないですか、うん、ピッチャーも夜間あったの。あれのシャドウやらされてました、毎日。あったでしょ。ベランダとかでやらされるんですか、屋上とかで。いい音がするね。音を立てろ。やってたやってた。パッ、それだ。ボワって言ったら何やってんだ。やってたでしょ。その毎日ですか。最初の A 名だったあのアップで先走られるのがかなわないです。クソじじいと思ってました、ね。余計なことするなと。おめえはそれで終わりだろって。俺らこれからぞと。ね。遠藤さんの方が俺怖かったけどな、遠藤さん。遠藤さんの逆に何にも言わなかったですね。あ、そう、うん、俺遠藤さん怖いイメージあったな。遠藤さんがいて、まあ斎藤さん、遠藤さんがいて、キャッチャーは若菜さんで怖かったですね。あで、中堅クラスに掛橋さんとか松本さんとかおられるわけだ。掛橋さんは優しい、優しいですよ、優しいですけど、まあよく、あの強くなったよな、ゴンドさんの時な。だからキャンプ中もね、毎晩部屋に呼ばれるんですよ。誰に？斎藤さんの部屋。あでね、僕ら酒なんか飲めないじゃないですか、一応。で、斎藤さんの部屋って当時でっかい冷蔵庫あるんですよ。で、みんな自分の部屋に？そうそう。ほんでね、先輩方みんな集まって、僕ら何するかって言って、当時、貝ひもって分かります？あ、これ貝ひも？育ての貝ひも。うん、あれライターで破ってくるとうまいじゃないですか。焼きがかりっすよ。毎晩キャンプ中こうやってライターで焼きすぎやとかもっと焼けとか言わないのかって、で捨てやがって毎晩ですよ。
下手したら麻雀やってるそばでやってますからプロですよ東洋大の方が良かったから本当ですよでそういうキャンプを送ってで僕新浦さんと同部やったんですよ。あ、新浦さんが対応いただきだ静岡キャンプ で新浦さんは優しかったです。優しいもんな、ほんと優しいよ。早く帰ってるじゃないですか、僕らが帰ってるなって帰ってきて、ほらほらって目の前パンやってますよ、うん、パン凍ってきてあるぞって言って、当時はみんなブランデーのヘネシーの時代です。うわー、もう誰もっからヘネシーだったな。ヘネシーでしょ。で、その菓子パン買ってくれてるわけですよ、うん、菓子パン食えですはい、僕ユニフォームのお話は、で当時このちゃぶ台ちっちゃいのしかないじゃないですか、そこの下に正座してパン食ってるわけですよ。おい、野村、ブランデーも飲めユニフォームのまま、はいっつって言ってコップに何も分からず半分ぐらい入れて後ろ、パン食ってるじゃん。それからシャワー浴びますやかれじゃんやかれじゃんってはちゃめちゃだな、君んとこの牛団も。それで夜は呼ばれて、いや、会議もない会議もないでキャンプ中、麻雀やってたの？やってましたね、先輩方。まあ、某秋代さんも。昨日のキャンプの沖縄なんかでも、ユニフォームもジャンタクで囲んでましたから。斉藤さんとか。斉藤さんとか。やっぱすごいな。まあ、あそこに呼ばれたら地獄やと思ってました。やっぱすごいな、昔の人らは。すごい。パワーがある。あれ、優勝した時、ヒロキも主力だったよな。はい、98年そうです。うん、13勝しましたから。ゴンドさんどんなあったの？何が良かったあれ？ね、ゴンちゃんと呼べてたんだろ？ゴンちゃんとは言ってないです。監督って呼ぶなってたでしょ？ゴンさん、ゴンさんってしました。ゴンドさんって。ゴンちゃんってゴンさんもなかなかないよな、監督にな。でも、やっぱり、ピッチャー監督で、ピッチャーは、やっぱ、信用、信頼してくれてるなっていうのはすごく感じました。無駄に変えたりとか。はい。で、しないんだ。その98年の開幕投手を決めるときに、川村、三浦、僕だったんですよ、うん、阪神戦で、うん、近藤さんが僕の来て、お前3戦目やと、うん、分かりましたっつって、今のな、3戦目が一番大事なんや、うん、2連敗しても3戦目は絶対勝たなあかん、うん、1勝1敗でも勝たなあかん、2勝連敗、2勝2連勝しても3連勝せなあかん、だからお前行けって言うんですよ、うん、ただそれは話術かなとも思ってるんですよ、うん、なんだけど納得させる、納得させる、でもどれも納得しちゃうもんな、だからほう分かりましたってなるじゃないですか、うん、3戦目投げましたでね、1-0 で勝ってて、僕今岡なんかに同点ホームラン打ったんですよ、7回かなんかに、うん、ほんでその後近藤さんが監督がマウンド上がってきたんですよ、うん、で俺答えやと思って変えられるなと思ったら、近藤さんが野村、この人はお前にくれてやるっつって、おぉはだから9回までしっかり掘れ、うん、はいって9回まで投げたんですよ、うん、1対1のまま同点で、うん、で最後10回にサヨナラ勝ちはしたんですけど、うん、でまあその年優勝して、でそんなこと聞けなかったんですけど、うん、引退してから権藤さんと会う機会何度かあるじゃないですか、権藤、うん、さんっつって僕ね、マウンドでね、うん、この試合お前にくれてやるって言われて、やっぱピッチャーとしてあんな嬉しい言葉ないんですよ、うん、あれ出したって言ったんですよ、うん、そしたら権藤さんが、野村、俺はあれが言いたくて監督やったんやって言ったんですよ。はあ、あれ権藤さんってさ、俺ゴルフ1回あの野球選手の体を吸ったコンペやったじゃん、はい、あの時俺権藤さんと、権藤さんとね、俺とね大ベテランの2人もしかしたら忘れて権藤さんともあったけど、まあ、上手いし本当にこう優しい人のベラン名だけど紳士ですよ、紳士、すっごいビールしか飲まない、ジェントル、ビールしか飲まないの、ビールしか飲まない、ずっとビールです、ラウンド中もずっと飲んでた、ビールしか飲まない、飲みに行ってもずっとビール大丈夫かっつうの何すっから焼酎に変えるとかあるじゃないですか、うん、じゃあこの店だったらじゃあまあウイスキーでもちょっと飲もうかとなるんです、うん、ずっとビール、そうなの、この小さいコップでずっとビール、そこはもう宮田で八ちゃんの宮田で、ね、この人ビールずっとビールだった、あのだってキリンの瓶なんか一ケース普通に飲んじゃってたって言ったよ、ゴンドゴンド雨ゴンドだなんてビールビールまたビールみたいなねそんなこと言っちゃっていいのダメだよ、ちゃダメだよ、まあここだけだああそうか、でもだからその言葉やっぱあるから、僕やっぱ近藤さんはやっぱ野球人のピッチャーとしてね、やっぱあんな嬉しい言葉ってないじゃないですか、そうだよな、お前に任せてやるなんてくれてやる、それはもう心意気で投げますよ、もういたからもうそれがあれだな、その優勝だね、その言動が、だからその年も肘もおかしいわ、腰もおかしいわ、注射打ったり水抜いてて僕やっぱ投げましたもん、そうだろうな、うん、その気持ちで、でも飲んでみんなにそういういいこと言ってくれてたんじゃないですか、だと思うんですよ、だからもうそれで優勝できて日本一できたんで、うん、その翌年はもうぐちゃぐちゃでしたけど、ね、肘ももう全然ダメでしたけど、
もう悔いはないですもんね。そうだろうな、日本一慣れたんだったね、はい、それ自分が首脳陣やった時も生きてこなかった、そのセリフって。だからコーチだからこの試合お前な、ま、任すなんて言えないじゃん。言えないよな、任したいと思っても、うん、もう着ないの、また声かかったら着る。やった方がいいんじゃない、まだ若いんだから。若いって言ったってデブさんと2つ目しか変わらない。いやいや、もうね、やっぱり55っていうのがだいぶ境になってくるらしいよ。コーチ7年やりましたけど白髪が一気に見えましたよね、そうだろうな。24時間だもんな、実はな。で、ピッチングコーチなんて休みもないじゃないですか。ないな。月曜日も先発ピッチャー必ず誰かやるから。実はな。じゃあ、オールスター休みの1日と、オフしかないですよね。そうだよな。たまにな、こう、解説者でさ、グラウンド行くとさ、コーチの人ら、ポッとこう会って、なんとなく良さげには見えるじゃん。犬山組って、はいはい。でも、実際やってみちゃうとさ、きついことしかないよ。所詮、中間管理職です。選手と監督、球団の間ですよ。いや、監督だって、結局雇われだから。そうですよね。コーチなんかもっと大変だろ。きついと思います。ただね、番手についてる方が楽だった、これは。だから星野監督がいて、二軍監督やってるのが。ああ、なるほどね。で、育成だけじゃん。はい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 。で、なんか、大川がいたてれば監督が、親父決めてくれてたから楽だったけど、やっぱり担当コーチやってる時が一番きつかった、ね、バッティングコーチとか。成績も反映させない感じね。だからもう点取られた時、ピッチングコーチはこっちだから見ないもんな、監督の。だからね、僕はそのピッチングコーチやった時、当時ベイスターズ弱かったじゃないですか、うん、で片岡がね、阪神戦、真由美さんがいて片岡がバッティングコーチいるじゃないですか、うん、しょっちゅうマウンド行くわけですよ、うん、そのたんびにあの二人がベンチでニコ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 笑ってね、弓まで差し上がった、あの片岡のボケ。また回ってて。そして、横のでどっちってやるわけですよ。こっち。マウンドで、こっち。逃げ逃げとか言ってた。バッティングコーチ、まあ、ピッチングコーチ、変えるなと思う。用意させなきゃいけないから。そうそうそう。ピッチングコーチの、やってくれるもんな。君ら、親友だし。そう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 。まあ、今だから言えますけど。でも、弓も嫌いだもんね。なかなかね、これはご縁ですし。まあ。じゃあやるかって言われて、はいやりますっていうふうには今なれない。なれないだろ。なれないです。絶対なれない ね。だからこの人のダメだなっていうのしかないじゃん。しかないですね。今その人が辞めるときには思い、俺も辞めるっていう腹積もりじゃないとできないな。そう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 。だから中途半端にはユニフォーム着たくないし。そうだな。じゃあ気にもなれない。そんな感じでユニフォーム着ちゃいけないと思ってるし。そうだな。もう俺もゴルフもさ、首脳陣になった瞬間からゴルフを全くやる気なくなるもんな。ですね。ですよね、全く握りなかった。ああ、やめてやりだしたら毎日でもやってます。あ、やってんのゴルフ。たまにやってます。どうなんですか。デオさん一回ちょっと教えてくださいよ、ゴルフ。僕ね、ドライバーがイップスなんですよ。もう嫌なの、打てないの。嫌いなんですよ。短くしちゃった、43半ぐらい。いや、短くしてもダメなんですよ。アイアンはそこそこ打てるんですよ、僕、うん、フォアアイアンでも打てるんですよ。素振り美人だもんな。素振りは綺麗だもん。でも素振りも不細工で最近言われてまあまあ、あの野球選手の大会、原さんの声かけてやったじゃん。はいはいはい。見えで。はい。あの時見てて、やっぱちょっと遠いわな、ボールにな。野球選手はみんな。だから僕、近くするんですけど、近くしても先っぱたったりね。それはあるけど、先っぱたるってこう、こっちか、こう、アウトから入れて入れるから、調子がいい時なんだよ。あの、先っぽ当たるって、調子いい時出るの。だから悪くはないんだよ。右手、左手の意識ってあります？俺は右手で打つの。カーンって言いますか、やっぱ。っていうか、右手で振り切るの。イメージは、右手で振り切るの。常に。それだと、チーピンしかない。でね、今度やっぱ僕左もあるじゃないですか。左で打ち行くといい感じなんですよ。だけど右が邪魔するともダメなんですよ。ああ、やっぱもともとだって左投げなんだからこっちでいいんじゃないの、うん、俺右来たから右だっていうだけで。でも右利きも持ってるんですよ。そうなの。角も全部右だし、弾みも右だし。あ、そう。もともと右投げですか、僕。星ヒューマンに憧れて左にしたんですよ。え、なんで星ヒューマンに憧れたんですよ。食べたかも。消える巻きが投げたかったですよ。これマジです。そうなの。だからこっちのゴルフ持ってましたよ、幼稚園の。でね、星ヒューマンやわ、あの消える負け投げたくて。だから砂場に行って砂かけて一生懸命投げた。左で。そこで左になったの。じゃあ普通に野球やったら右だったら、あなた星ヒューマンがいなきゃ。そうです。でもよかったかもな、はあ、左で、はあ、やっぱ重宝されるもん左は、はあ、普通に僕右でブルペンとか受けますもん、キャッチャーになって。あ、じゃあ打つのも右でも打てんだ。いや、でも打つのは左なんですよ。だから、なんていうんですか、打つ時ってここの感覚あるじゃないですか、軸足の投げるも、うんうん、こっちがないんですよ。へぇ、こういう感じがないんですよ。おぉ、左で打ってみたらじゃん、ゴルフで。左で始めたんですよ、引退して。もういいだろうと。うん、
最初もやっぱ左だってましたよ、うん、だけどオフしかできないでしょ、うん、元気中、うん、そしたらヘッタクサがダクったりなんかするじゃないですか、うん、やっぱ手首とか肘に響く感じがしたから、あ、これ遊んでて痛めちゃいかんと思って、うん、もう1年目のオフにすぐまたもう右のクラブを買って、うん、とりあえずこうやなみたいな、うん、真面目なとこあんだね。基本的には君はあの俺らと同類校の感じはするけどね、チャランポラン。まあまあ、同類校は同類校だと思うんですよ、うん、なんか人の評価気にしないタイプだ。はい、気にしないですね。なあ、でもゴルフが気になっちゃうんだね。神経質なところはありますね。何型？ A 型です。あ、そう。うちの家系、父型、母型、全員 A でした。だからもうホテルの中で遠征先で洗濯物来るでしょ、全部自分で畳み直します。そう、はい、で、ロッカー全部こうで、試合の日に着る順番まで決まってますから。なんで笑ってんすか。畳んできてるやつ。うん、それをもう一回自分で畳みました。それね、羽生田さんと高橋直樹さんしか見たことなかったの。こんな近くにいたの、そういう人。練習でこのスラパン履いて、じゃあゲーム前にこのスラパンと靴下こっちとか全部決まってます。気が済まないの、それやめると。でスパイクの紐も必ず一回一回全部やるから。ヘッドって？はい。大丈夫？大丈夫。で全部スパイクの中を磨いてジャンと自分でやります。だから紐だらけですね。陰性バッグは。必ず紐で一回一回全部変えます。頭痛がした。マジです。マジ。だからもう先発の2日前からもうやること全部決まってました。だからやめるときに涙一つ出なかったです。これでその束縛から解放される。自分で束縛しちゃってるだけだもんな。そうなんです。行く道とか音楽とかも大体決めてるんですよ。面倒くさいんですよ。だ寝るのも左肩なんかまず下にできないじゃないですか、うん、こっちしか下にないでしょ、うん、だから引退した晩初めて左で寝ました。こっちで寝れるって。まして肘も痛めてたし、うん、よく慣れたよな。涙一つ出んかった。やめると解放感だね。やっと解放された。だって体はさ、そんなもんだってプロのな、今で言ったちっちゃい子じゃん。ちっちゃい子です、ちっちゃい子です。よく投げたね。何勝したの？101です。すごいな。100勝するって。で101勝80、だから貯金してるんですよ。だから大したもんですよ。すごいよ、あの太陽の時代。十分だよ。よく頑張ったね。当たり前コーヒーつけたのにな。そうそう。何年やったの現役？15年ですね。そんなやったの？まあ最後のでも優勝したのが11年目なんですよ、うん、残りの4年はもうほとんど翌年に手術して、うん、ほとんど投げれてないですけど、うん、だから11年終わった時に94勝か6勝ぐらいしてるんですよ。そこからもう 4,5 年でもう 4,5 勝しかしてないです。でも15年はすごい。この間さ、中根と年中飲んでるらしいじゃん。家だってご近所ですか。中根この間久しぶりに来てくれて、なんか2人でゴルフの動画を見せ合って勉強してんだって。なんかゴルフ勉強し合ってないですけど理論語るの。だって中根さんだってマキロイのスイング目指してますよ。そうで、先輩無理ですよ。僕は組長って言ってるんですけど、中根さんは僕師匠とかいっぱいいるんで、組長無理ですよ。ローリーには なれないです。なれないけど、もう確かに。でも先輩がいるとただの巻物です。ローリングですって言うんですよ。近くの焼き鳥屋とかでしょっちゅうみたいな、うん、ちょっとさ、中根と3人で行く。ぜひぜひ。ゴルフ中根さんしょっちゅう行ってるでしょ。中根さんと行ってる行ってる。最近行けてないもんだから。あれ、あ、昨日息子と行ってます、うちの。あ、中根さんと僕が昨日仕事やったんで行けなかったんですけど、うん、どこでも行きます。なあ、ぜひやりましょう。はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。